パレスチナ自治区ガザでの本格的な停戦に向け、イスラエルとイスラム原理主義組織ハマスの協議がエジプトの仲介で始まっていますが、協議は難航も予想されます。こうした中、イスラエルとハマスによる72時間の一時停戦は6日で2日目に入りました。一番心痛むのは一般市民、女性とか子供とかね。いやー、病院破壊されたりね、学校が壊滅したりとかですね、まあ、考えられないような事態なんですけども、はい、今の流れをですね、日本放送報道部森田浩二解説委員です。はい、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを支配するイスラム原理主義組織ハマスは、日本時間のおとといの午後2時から72時間の一時停戦期間に入っています。まあ、このまま明日午後2時までのこの停戦を守れば、7月8日もほぼ1ヶ月前ですが、それから始まったイスラエルの軍事作戦開始以降で最も長い一時停戦となります。で、これまでにガザでの死者は子どもを含めておよそ1900人、けが人は9500人以上、住宅は1000戸以上が壊されています。で、こうした中、共同通信エルサレム支局の岡田隆支局長がガザ北部の住宅地や病院を取材しました。住宅地を取材したんですけれども、見える範囲にある建物は全て崩壊しているような状態で、大部分が瓦礫の山のような状態になってました。自宅を失っている人もかなり多いので、まあ、仮に戦闘が今日明日終わったとしても、すぐに戻るところがないとか、生活をどうするのかという、まあ、そういったところから話が始まると思いますし、病院は、まあ、例えば足を失った人とか家族を失った人とか、そういった人も多くてですね、怪我して入院している子どももいるんですけれども、親を亡くしたことをまだ知らされていない、そういった子どももいました。で、ガザではじっとしていても汗ばむほどかなり蒸し暑い状況だということです。で、一方、イスラエル側でも民間人3人と兵士64人の合わせて67人が死亡しておりますが、イスラエル軍はハマスの対イスラエル攻撃用のトンネル32本すべてを破壊しております。で、こうした中、本格的な停戦に向けてイスラエルとハマスの協議がエジプトを仲介役としてエジプトの首都カイロで始まりました。ハマスの幹部を含むパレスチナ代表団は4日にエジプト側と協議をしまして、イスラエル代表団も5日にカイロに入ってエジプト当局と協議を行いました。で、イスラエルはハマスの武装解除を要求しているんですが、ハマスはこれを拒否しております。一方、ハマスの方はガザの経済封鎖の解除などを求めているんですが、これまでのところイスラエルに応じる気配はないということで、この停戦の協議の難航、まあ、これは必死な状況なんですね。ものすごい狭い空間なんですよね、ガザっていうのはね。そうですね。だいたいどのぐらいの広さですかね。東京23区でいうとっていうくらいですね。23区の6割ぐらいというわけですね。はい、そこに何、そこに150万人が暮らしている。はい、でも23区の6割で150万人だったら、東京の人口密度と比べると、ね、かなり緩いですよね。そうですか。ハマスっていうのはあれ何人ぐらいいるんですか。あれ正確な人数わかんないです。審判も入れると外いるんですかね。人数わかんない。わからないです。要するに虹のスペクトルのようになってるわけです。ハマスに反対したらあそこで生きていけないですからね。協力しろって言われたら協力して民兵やらないといけない。せざるを得ない。それだから虹のスペクトルでどこまではハマスとするかっていうことを、はすごく難しいんですよ。それで今回例えば先ほどの報道にあった病院や学校の攻撃っていうのも、病院や学校は国際法で攻撃したらいけないんですよ。しかしそれには条件がある。そこに武器を置いたらいけない。病院や学校にミサイルを置いて撃ってくるんですよ。なるほど。なるほど。それで、ハマスの目的は病院や学校をイスラエルが攻撃してるっていうことを国際社会に宣伝することですから。アピールしたい。ですから完全に人間の盾として、自国民を守るっていう発想はないんですよ、あのハマスに。ねえ、いつもそうそうそう。だからイスラム世界革命を行うために、パレスチナ人は死ねば死ぬほどいいと。なぜならばそれによって同情が集まり、反イスラエルの機運が強まると。ハマスってね、何したいんですか、最終的には。アンラーの神様は一つ、だからそれに対応してシャリーアというイスラム法だけで支配される、それ世界帝国。世界帝国、それで皇帝を一人だけ作るっていう、世界を独裁のもとに置いていくっていうのは彼らの目標です。ですから、アルカイダと、それから、タリバンのアフガニスタンと全く同じ目標で、完全なテロ組織です、これは。以外は全く妥協なしという。ないです。
ということは妥協があるとしても戦術的に嘘をついてですね、とりあえず停戦であるとか、あの武器のこれは持たないと言って後ろで武器を作ると、こんなトンネルだって作ったらいけないことになってるわけですから、それでいわゆる住んでる人たちね、はい、ね、あのネタニヤフさんもそういう理由からでしょうから、あの情け容赦なく撃ってガンガンやってますけども、彼らはあれですか、死に損ですか、あのなんかこう救われる術はないんですか。これも完全な死に損ですね、客観的に見るのは、ただハマスの連中はこれは殉教だから、ここで死んだ場合には天国に行けるって言ってますよね。でも天国に行けるって言ったら社会保障してくれるわけでもないし、周囲の人たちので住まい奪われたら、そもそも自爆テロを考えたのがハマスなんですから、ですからこのハマスっていう組織の危険さに対する認識っていうのがあまりに弱いんですよ、本当ですね。だから、本当です、西岸の方で権力を握っているパレスチナ自治政府がですね、ガザの方でこういう状態になったりっていうのをきちんと整理して、パレスチナの代表としてきちんと交渉して和平をやると、本当ですよね、この方向に行くしかないと、ただハマスはテロを諦めてませんし今後も続けますよ。あのハマスほらテレビの映像でやるとなんか一個覆面みたいのしてね、なんか武器持ってこうってそういう映像ばっかり流すじゃないですか、でああいう連中ばっかりじゃないんだ、ずっとこう一般市民の中というか中にもこう、ハマスみたいな人がいたり、それいますし、あるいはいろんなあるいはあの プラスチック爆弾でできたジャケットを着て、それに釘をたくさんつけて、それ市場で爆発させる人もいますしね。それとこう市民となんかこう見分けがつかないみたいな、見分けがつかないようにしてるんです。だからガザに住んでる市民、あんなのと付き合いたくないんです。ところが間違えて一回選挙で選んじゃったら、その時は福祉をやるとか、あるいはアラファト政権がすごく腐敗してましたからね。そのパレスチナ自治政府がものすごい腐敗してるんで、腐敗の、あの根絶ということを挙げたんで、それでいけるなと思って投票しちゃったら、ものすごいのになっちゃったと。それで今抜け出すことができないというこういう状況ですよね。しかもこれだけイスラエルの人間たちに殺されれば、これイスラエル憎しってことになるから、ハマスとイスラエルとどっちが憎いかって言ったら、それはイスラエルの方が憎いって形になると。だからハマスは普通にやっていたら憎しみが自分たちに集まってきますから、常にこうやってイスラエルを挑発してイスラエルによってパレスチナ人を殺させるっていうことを続けないといけないんですよ。なるほど。とんでもない政権ですよ。ですね。